はい、まもなくゴールじゃないかと思いますが、もう体ボロボロでございまして、息が相当上がっています。息が相当上がっておりますが、なんとか多分これは山頂に至る最後の道だと思います。だいぶ道が楽になってきたので多分これで最後、頂上なんじゃないかなと思いますが、残念ながら登ってくる間に、若干曇ってきてしまいましたが、なんとか多分ここを抜けたら山頂が、まだでした、まだでした、もう一息ですが、山頂見えました、山頂は見えました。あそこに、あそこの上の方に、上の方に誰かいます。上の方で、上の方で手を振ってます。あれはもう、あれはワクワクのメンバー、多分第一グループです。よし、じゃあ最後ゴール目指したいと思います。よし、はあ、もう一回降りるんですかこれ。降りるのはちょっと勘弁してもらいたいですね。ちょっと危ないので、手元が危ないので、じゃあ無理やりカメラを持っております。滑落しないように。よし、一回降りてしまいまして、降りてしまいましたが、さあ最終、まだもう一回岩場ですねこれね。これも向かい喜びというべきでしょうか。ご覧ください、大変素晴らしい絶景が広がっておりますが、なりますでしょうか。そのものに喜んでいる場合ではないんですけども。よし、じゃあ最終アプローチ行きたいと思います。上の方でカメラを構えている、カメラを構えているメンバーがいますが、こちらからも取り返したいと思います。どうなるんでしょうか。2007年度の理事登山、上りの部もまもなくゴールを迎えようとしております。私は、今回多分第2グループだったと思うんですが、エリさんと2人でずっと途中誰に会うこともなく道で登ってまいりました。はい、山頂のメンバーはあまりにも早くて一度も休憩所で会うこともありませんでしたが、こうやって山頂でもう一度会えることを非常に嬉しく思ってます。山頂には4人がもうかなりもうくつろいだ感じですので、だいぶ前に着いたんじゃないでしょうか。私ここで9合目からだいたい時間にしてですね、1時間15分かかりました。はい、下からですね、甘露潜水から、5時間50分ですか。はい、なんとか頂上に到着しました。はい、はい、お疲れ様。じゃあ下のグループも全然会っておりませんで、うん、はい、もっと遅いんだ。はい、